こんにちは、トコチャンネルです。今日は、iPhone 11 Pro 512GB のスマホを買ったのと、他にちょっと通販で買って面白いものがあったから、それも紹介したいと思います。また噛んじゃった。では、よろしくお願いします。はい、やっと、iPhone 11 Pro が届きました。開封していきたいと思います。これでいいのかな？なんかね、いろいろね、作業しなきゃいけないみたいなんだけど、それはちょっと後でね、とりあえず開けるだけ。ゴールド頼みました。なんでかっていうと、ピンクっぽいから。あ、まだ貼ってある。これね、まだカバーというかケースとフィルム頼んであるんだけど、まだ来てないんですよ。ちょっとね、急に、こちらね、オンラインショップで頼んでたんですけど、急にメールが来て、で、いろいろ手続きしたら、翌日に届くってなって、ってなって、で、慌ててその日に、また、インターネットで買ったんですけど、高いか安いか分かんないですけどね。そしたら、まあ当然翌日、その日がなんか休業日で、で、今日多分発注の受付があって、今日発送の手続きになるから多分明日届くと思うんですよ。だから多分今日はね、もう何もしない、触らない。これは何？あ、これはピンだよね。え、これって何？アップルのこうシールでも貼れってこと？やだよ。やだよ、なんかダサいよ。これはSIM を抜くときのピンですね。こんにちはが、今、YouTuber 大好きなキリンさんの、こんにちはに見えてしまう。キリンそうの。考察系 YouTuber さんですね。最近ハマってます。で、これがイヤホンで、イヤホンは変わらないかな。で、これが、高速充電器で、ヒカキンさんが言ってたんですけど、めちゃくちゃ早いと。ね。私、前のちっちこい方のね、ちっこい方出せるかな。ちっこ、あった。こっちのね、見比べると、こうね、USB 端子なんですけど、こっちは C タイプね。大きさが全然違う。こっちはね、なんだっけ、線ね、ライトニングケーブルね、何本か買ってあるんですけどね、こっち買ってないんで、今度こっちの安いタイプね、買ってみようかなと思って。これはね、データをね、パソコンに、なんだっけ、バックアップするときとかね、そういうときに使いたいなと思って。なんか安いケーブルだとできないんじゃないか、できたんですけどね、ケーブルにできないんじゃないかって心配しちゃうもんでね。と、まあこういうね、タピオカと呼ばれてたね、やつ来ましたので、大きさどうなんだろう。ちょっと待ってね、8と比べるとほぼ一緒ぐらいかな。あ、でもちょっと重い感じはするかな。なんかとにかくバッテリーがね、半端なく持つとか言ってたから、めちゃくちゃそれに期待しちゃう。ということで、後で、まあ、ね、設定とかバックアップし、もう一回ちゃんと今のやつを取り直して、
こちらに移行して、SIM カードも、SIM カード移したからね、やりたいと思いますので、とりあえず紹介まで。私も11プロをね、512ギガになるのか、ギガバイトね、512ギガバイトね。前のは256だったから、あれでもね、結構写真撮りまくって音楽入れまくってたらね、結構半分以上減ったから、でっかいのにしようと思ってね。でまあね、動画はね、もう撮った、私 iPhone で基本撮ってるんですけど、カメラないから、もう動画撮ってパソコンに写して、もう YouTube にアップしたら全部削除してるんですよ。もうなんとかな、もう加工だから、曲がね引っかかった時も、YouTube からバックアップ取ったんだけど、曲と音声がねもう一緒になっちゃってるから、もうアフレコで入れるしかなかったんですけどね。まあ今回は残せたら残すかな、まあ考えてみます。ということで、11プロの紹介でした。靴をね、安いところでね、買った通販で買ったんですけど、何だっけ、クリップポスト、なんだっけ、ね、安いので送ってくるっていう風に書いてあったから、靴をくれるのと思って考えてたら、見て、このぺったんこ、まだ開けてないんだけど、これね、開けたらどうなるかね、ちょっと見てみたいと思います。すぐには膨らまないと思うから、ちょっと時間開けたいと思います。はい、一旦ね履いてみました。この紐のね、この安っぽさまあ安い、999円で買った私が悪いのかもしれないけど、前ね、確か900円ぐらいで買ったやつ、もうちょっと持ちはしなかったけど、見た目はそんな悪くなかったんだよね。こんな感じ。もうちょっとね、この辺のこのカーブとか、安っぽさ極まりないね。でも、まあ普段ね、ちょっと草履では出てきたくないけど、ちゃんとした靴も履きたくないっていう時用に買ったから、もうちょっと中モコモコしてて欲しかったけどな、なんか全然モコモコしてなかった。まあもう一個ね、ブーツも安くね、1199円だったかなって買ったから、そっちはね、毛が安っぽいけど、まあ履けそうだから、まあこんな感じです。まあ安いことはやっぱり安いってことでしたね。はい。はい、ということで紹介を終わりたいと思います。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。